スケットをやったことがない子たちと触れ合うことってすごく新鮮で、このきっかけを通してスケートっていう魅力に魅力を感じてくれたら嬉しいなって。スケートをやったことがない子たちと触れ合うことってすごく新鮮で、で、まあそのまあ、このきっかけを通してスケートっていう魅力に魅力を感じてくれたら嬉しいなって、なかなかその子たちが作りたくても作れない機会ではあると思うので、何か一つでも自分の中の一つの刺激になればいいなと思って取り組んでます。今後なんかどういった活動していきたいとかって考えてることもあったりしますか？スマーショーは基本メインをでやっていきたいなと思いますし、まあ今回映画もとかもやらせていただいたりとか、まあ、そのお芝居っていった部分でも僕自身すごくなんかやりがいというかすごく好きだなと思ってるので、まあ、そういった部分もチャンスがあればやっていきたいですし、まあ、それ以外でも、まあ、そのエンターテインメントっていう分野ジャンルがすごく好きなので、まあ、そういった活動に、まあ、スケートを軸にですけどもいろいろまだチャレンジはできるかなと思ってるので、やっていきたいかな、活動としては。あとまあ何年かぐらいかはやっぱ自分主軸にちょっと活動はしていきたいなと思ってます。